本当にこれでよかったのか。わらわはね、わらわのものにならない男はいらないの。さて、ヨシテルの顔でも見に行こうかしらね。なんだかんだで随分と位置を放ってしまったな。花の一つでも摘んでいくか。な、長政様、国元より火急の知らせが。ま、敵襲か。それともまさか一の身に何か。それが長政様のご帰還を待ちかねたらしく、探しに行くと言い残されて伊豆国家へと。な、なんだと。行軍開始。長政様、どこにいるの。長政、イチ、どこだ。返事をしろ、イチ。イチ、イチ、どこにいる。無事でいてくれ。また聞こえた。まず山彦の類ではない。もし本当にあの方が近くにおられるのだとすれば。見渡す限りの織田木工一応兄者の元へと赴いたのか。迫り来る水漏れ機構、今度こそあなた方にお市様を渡しはしない。おい客家、いきなり駆け出したりしてどうしく。何か探し物でもしてるのか。シャコンね、一体どこまで奔放であれば。なんだこの女は、ムクロか。たとえどんなに微力だろうと、俺だって豊臣の力だ。時は金なり、一つ数える間に削除する。あんたがやられちまうとな。なんつうか、すげえ結構。長政様は以前よりしたたかになられた。のたまにか。それがしが本性かどうか、その身で確かめるがよい。いいか、俺たちは俺たちができることをやろうぜ。これも私の不徳がゆえ、申し訳ございません。ほら。
この私の異様を見習え。着負けてでっかーくっかっ。やっぱ戦はこれじゃん。一体何があったんだよ。さっきチラッと聞こえたイチって人が何か。黙れサコン、お前相手に語らう暇間はない。そんな目をするんじゃよっぽどのことなんだろうな。八つ枯が守る以上、万に一つの心配もいりませぬ。カツイエベ、まだ一騎打ちに興じておるのか。破れまいと必死だな。それでこそ誇るべき悪だ。この陣を奪い返し、目に物見せてくれよ。あんた勝ち逃げする気じゃねえよな。ま、させねえけどさ。残る陣はあと一つ。あれを落とせば早く外かぞ。
様はすでに、いや、最悪を考えるな。足を止めることこそ悪だ。あんた、そろそろおとなしくしねえと。ここからひんむいて尻蹴って恩だっぜ。長政様の正義こそ誠の正義、間違いない。私に尽くす必要などない。逃げるつもりならば、私はただ目をつむろう。これさ、俺の活躍で形勢逆転とか超かっこよくね。事のすべてが左近のせいとは言えまい。このままでは三成様に申し訳が立たぬ。私に申し訳が、なんだ。すでに許可はいただいている。永劫に仕え続ける許可を。黄色の雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず消滅しろ。信長様に仕えたがゆえの宿命だ。田向けの言葉は必要ないだろう。なんかあっちが騒がしいな。って三成様、遅れる中で出撃。それがしの指揮を信じよう。きっとうまくいく。しっかりしろ。やればできるんだよ俺たちは。ここだけの話、しっかりやめと行部さんに呪われちまうぞ。許して。そこの若者よ、我が妻一応知らぬか。誰だ貴様は。それに答える義理などあるものか。衰弱した女ならば見た。だがそれだけだ。にも知らぬ女に私が手を貸す言われなどない。なんだ。一、私は貴様を守れなかったのか。そばにいると誓っておきながら許せ。一、何を嘆いているか知らないが、織田の末席など即座に斬滅あるのみだ。もとより期待などしておらなんだが、こうなればいっそ勝家をおとりに撤退でも。至るのだ、浅井長政。正義を超えし正義へと。一人の武人として同系の念を抱かずにはおれませぬ。私で言う秀吉様が貴
様にとってはあの女か。進め、手柄は早い者勝ちだ。絶対に勝とうぜ。負けたら先はねえ。怖くてたまらねえけど、逃げてえとも思わねえ。俺の命と魂に変えて守ってみせます。あえて言うぜ、一番やかましいのはあんたじゃねえか。今、あんたの瞳には何が映っている？何も見えてねえってんなら、カモン、竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。独眼竜王、位置を見なかったか。一刻を争う事態やもしれんのだ。あんたの嫁さんなんざ知らねえな。そうか、全ては姉上の言う通りであった。一の死因より目を背けていた私こそが悪か。あんた随分と首相になったじゃねえか。離れたならば取り戻す、傷ついたならば癒してみせる。それが私の決意、真に抱くべき正義だ。浅井長政、あんたはもう誰かの弟じゃねえよ。あいにくだが、諦め方など姉上から学んではおらん。こいつともやっていいな、勝家。きっとまた一歩、お前を未来へと導くはずだ。非常！セイフ！ああ、よい。進むな！共倒れでスカンピンはまずいっしょ。どうだい、
まずはお客さんに帰ってもらうってのは。構わない。だがその次はお前の番だ。そのもん、その鎧、ワニ茶の進化か。あなたは私を知らない。だが私はあなたを知っている。この身より最後の位置を奪った。忌むべき対応だ。え、どちらさん、顔見知り。何者かは知らぬか。道を開けてもらおう。私は一刻も早く位置を見出さねばならぬのだ。あなたはすでにお市様との過去を得たはずだ。もういいだろう。そういうこと。汚れんぼ。へえ、ちょっと安心したよ。人間臭いとこもあってさ。なるほど、私の知らぬかつての位置を知るのか。だがそれが何だ。位置の夫はこの私だ。夫か。ああ、そうだな。全客以上、取り決断。信じてるから。だがなぜだ。なぜ私はあなたになれなかったんだ。我慢だ、担げ。正直目のない賭けだとは思うけどさ、今こそ示すべき時か。第二、第三の形態を。所詮こうなるだろうとは思っていた。ただもう一度だけささやかな夢を見たかった。ヘイ、開口。邪念を失せろ。いや、これ邪魔だ。いや、一応すまなかった。仲間さ、一約束守ってくれてありがとう。いつまでも一緒だよ、長政様。ばかりついて
創世の道のりも新たな日の元は一人の英雄により築き上げられた。控えようとあれほど。ああ、こら、イチ、いい加減に機嫌を直せ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。